はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は4月9日金曜日、時刻の方は8時6分です。メールうーてててててててん、こっちはこれかな、ピピョー。はい、そんなわけでね、ちょっと足痛いんでね、なんかね、昨日一昨日歩いてからかな、その前だっか、足ここ痛かったんだけど、で昨日寝る前も痛かったんだけど、もう朝起きたら動け、ちょっとしか腫れてないんだけど、歩けない痛くてね、今湿布貼ったんだけど、いや何なんだろうねこれね。あ、痛い、普通寝れば回復するのにね、痛いよ、歩けない。はい、そんなわけでね、今回は楽天モバイルね、 SMS トラブル案内、サポートらしい仕事してるっていうね、そんな投稿をいただきました。よいしょ。はい、今回は楽天モバイルの情報提供です。もうすぐ契約してから1年以上が経とうとしていますが、初めてサポートから SMS でトラブル案内が送られてきましたよ。該当電話番号者に送られているようですが、なんかやっとキャリアらしいことをされるとびっくりですね。下記に送られてきた内容を貼ってきますんで、動画のネタでもしてくださいということでね。元気なおじいもこういう情報はまだ投稿されたことなかったんで、へーと思ってね、これを見てる皆さんにも届いてる方一人ぐらいいるんじゃないかなと思ってね、この内容です。重要、楽天モバイルからのお願い、ね、SMS で、ね、届くらしいよ。おじいの場合は楽天リンク自体を普段インストールしちゃって入れてないので、SMS が来てもわからないんだけどね。弊社楽天モバイルをご利用いただきありがとうございます。この SMS は4月1日木曜日に実施したシステムメンテナンスによりご利用いただいている留守番電話サービスへの影響の可能性があるお客様にお送りしています。メンテナンスの影響によりお客様宛ての留守番電話が楽天リンクアプリの留守番電話の履歴に正常に表示されない場合があります。お手数ですが、楽天リンクアプリからログアウト後、再度ログインしていただくことで、留守番電話が正常に表示されます。あ、そうなんだね。記録されないんじゃなくて、表示されない。だから、一回ログアウトしてねってことなんだね。そんなわけでね、留守番電話サービスの使い方はここ。本 SMS についてご不明点ご質問等ございましたら、以下のお問い合わせ先にご連絡をお願いいたしますということでね、まあ着信専用だから返信は知らねえよっていうね、まあお決まりのものが書いてありますということで、これは確か昨日投稿いただいたんだけどもね、昨日おじいが力尽きた、もうダメだって、まあ、あちこち調子悪くてね、もうクラクラして目も開いてらんで、ああダメだ、もうあちこち痛いしてね、もうダメだってね昨日はもうあれだね、結構早めに11時くらいにはもうくたばったかな確かね、まあ、そんなわけでね、この留守番電話サービスの着信履歴、ね、あるよっていう表示がされなくなってしまう。これがメンテナンスによって、そうなってしまうので、で、一回ログアウトすると、ちゃんと正常に戻るっていう。だからログイン、ログアウト。これね、この件だけじゃなくて、他の件も大体そうなんだよね。なんか調子悪いなと思ったら、一回ログアウトしてログインし直すと、ちゃんとなるっていう、このパターンがあるよね。で、それは、今回のこの留守番電話の件じゃないんだけど、別件でいくつか今まで動画で視聴者さんからいただいてるよね。これの頃あれおかしいなんてね、おじい一回ちゃんとログアウトしてログインし出せばね、あるよこうだよっていうのは結構今までたたたたあったと思います。で、今回の内容はこの留守番電話の履歴が表示されないっていうことはね、重要な内容が伝わらないってことで、電話機能としては致命的な内容なんで、一応サポートが該当のお客様に対してのみ SMS で、送信したっていうことなんだね。だこれが影響によるお客様の留守番電話で不手向かうが必要ない場合がある。これはね、可能性のあるお客様だから、まあ一定の要はまあサバイクシーに分かれてるか分かんないけど、何かメンテナンスをやって
そこの登録されてるお客さん全員ってことになるよね、これはね。それから、いちいちさんの留守番電話サービス、ある人に送ってないよね。そんなとこまでチェックしてるって言われちゃうからね、怖いってなっちゃうからね。中国じゃあるまいしね。なので、まあ、そんな感じで、こういうサポートってあんま聞いたことがないよね。個別に、個別にっていうか、こういうメンテナンスの影響があるかもしれないよっていうのが、こういうのもさ、常日頃、いろんなメンテナンス情報を、ね、ホームページのところにパンって出してるけど、こういうのを常日頃出せばいいのにね。まあ、リンクでログインすると上の方にあるから、まあ、そこで勝手に見てねっていう、まあ、そのやり方でいいと思うんだけど、まあ、個別に SMS でね、こうやって該当者に来るっていうのは、うん、やっぱそういうところのサポートはしっかりと機能してるってことなんだね、きっとね。まあ、まともなことをしてくれてるんだねということで、おじいもね驚きました、ね。はい、投稿いただいた方ありがとうございました。本当ね、ネタにさせていただきました。ようちにも来たんだよって方いたらね、教えてください、またね。で、今回はこの例だったけど、いや他にもね SMS だったらこういうのがあったよとか、あ、そういうのがあったら教えてください、またね。へーって感じで、まあ、楽天モバイルもね、でも楽天モバイルってさ、こう安くできた内容ってもほら、いろんな何でもかんでもみんなクラウドにしたりとか、あとみんな全部人間使わないで人工知能にしちゃうっていう、だからもう何でもかんでもみんなやらないっていう、だから AI のサポートもその一環だと思うけど、いろんなとこ使ってるけど、ほとんどがみんなもう人工知能で動かすようにするっていうね。確か前回紹介したよね。で、まあ、いろんなクラウド技術ポコ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 使ってね、やるから、そこのところの莫大なお金がね、いらないから安くできるんだっていうね、なんかそんなような内容があったような気がするけどもね。こういうサポートはでも人間じゃないとできないのか、ね、でもこれもみんなAI がしっかりとあるのかな、なんか AI が自動的になんかね、エアコンの、ね、お掃除機能みたいに勝手にやったらメンテナンスビーってやって、であってなったら、なんかエラーって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 なったら、そこの部屋に SMS バッて一緒に、ね、システムエンサーでなんか影響があるかもしれませんってね、そういう内容を文章を作り出してパンってこうやってくれるのかもしれないね、もしかしてね。まあ、お芝居遠からず、そういう世界が、未来にやってくるんだろうね、きっとね。で、その AI がね、人間よりも賢くなってね、人間を壊滅しに追いやるって、なんか、そんなような映画なかったかなんか、あったよね、なんかね。そういう時代が本当、実現するのかもしれないね、もしかしてね。はい、そんなわけでね、今回の情報が参考になった方は、グッドボタン、暇つぶしになった方は、いいねを押しておいてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。おじいでした。またね、バイバイ。